はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は飛燕をまといしレイン、引くべき理由を強みと弱み合わせて紹介していきたいと思います。今回引かないという選択肢はありませんので、レインの強みを紹介していきます。まず目次ベースだとこんな形、いかがでしょうか。例によって抜けや漏れがございましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。では早速見ていきましょう。まずは汎用性抜群のリーダースキル、 FFBE カテゴリというこの幅の広さというのがレインの最もの強みの一つかなと。攻撃魔力の 500%、 防御精神 200% のステータスアップがつきます。オリジナルキャラであれば誰でもこの恩恵を受けられるというだけで、レインを引くべき理由に値するかなと思います。またですね、レインの LB、 今回メインは裏の LB となってます。裏の LB は剣のデバフが 40% が3ターン、しかもこれ敵全体なんですよね。全体というのが本当にポイントで、ヒット数は24で、威力はこちら2万2000が2万1000に当たる形になりますので4万3000、ここに先制 LB ブーストの威力がプラス1万乗りますので、最大火力は5万3000という形になってます。まあ、ディオテスの剣、非属性バージョンといった形かなと思います。続いてエレメンタルバーストを持っているというところ、こちらは2凸からになりますが、非属性の威力アップ 150% を持ってます。またですね、2凸になりますとこちらオールキラー回を覚えます。全種族に対して 100% のキラーパッシブ、トラストアビリティを発動させるとさらに 100% のキラーパッシブとなってます。固定値1000も乗るような形になっております。続いてチェインの極意の 400%、 今回目玉のレインの一つがこちらですね。二刀の極意列ということで、元々のチェインの上限が 200% からさらにプラス 200% プラスされて 400% になるといった形になってます。表記的には右上の 300% が最大ですが、内部的にどんどんですね、400、500、600、700と上がっていくような形となってます。なので 700% まで上昇するといった形になってます。むちゃくちゃ強いね。まあただちゃんと計算をすると、意外と最大倍率に関しては両手持ちの方が上という形になりましたので、まあそこはね、アベレージの幅の少ない二刀流で攻めた方が、まあ精神的ストレスはなくなるかなと思います。続いて裏のアビリティなんですが、意外だったのが威力でした。こちら氷、土、雷の3つのフィニッシュアビリティ、それぞれ1ヒットのものなんですが、17万5000という係数の高さ、二刀流であれば物理アビリティ2回発動しますので、最大火力は35万の物理アビリティとなってます。むちゃくちゃ強くない？これ2回発動っていうのがポイントで、特にレインは二刀流運用がメインだと思うので、非常にこの仕様と相性がいいユニットとなってます。まあただですね、自分が非属性以外の威力アップを持たないという点から、3属性に関しては外からのね、まあ、バッファーからの支援、威力アップの支援が必要になるとはいえ、めちゃくちゃ係数の高いアビリティを持ってる、これポイントですね。で続いてですね、こちら人、獣 200% のバフを持ってる、さらに継続5ターンという高さ、これもいいですよね。 500MP 使うんですが、まあ実質1ターン100と考えればそんなに重たくないポストなのかなと思います。5ターンという長さはめちゃくちゃ魅力的だなと思ってます。またですね、全体アビリティを持っているところ、グループ16を使った全体と単体どちらも持っている点から、非常にいろんなクエストに連れてきやすい、まあ裏の LB も全体というところから扱いやすいユニットとなってます。続いてステータス LB パッシブの高さ、もともとレインはですね、すでに LB パッシブが 250% ありますので、ビジョンカードを何か組み合わせるだけで簡単にカーンスト値の 300% に到達させることができます。また攻撃パッシブに関してもすでに 200%、 そして今回剣の極意、プラス2まで強化できると 100% 剣装備時攻撃アビリティつきますので、難しくなく 400% まで持っていけるかなといったところとなってます。またこちら二刀流装備時に 100% のブグパッシブ、そしてプラスですね、 200% のブグパッシブありますので、あと 100% のブグパッシブ、まあ、最近情報修正された君子らのスパトラなんかつけてあげれば簡単に 400% に到達させることができます。また地味にポイント高いのが食いしばり、これ結構ね、採用頻度は高いなとここ最近思っているので、持ってる持ってない外付けをしなきゃいけないと、その差は結構大きいかなと感じてますので、地味にありがたいですよね。そしてディオセス同様、味方全体にエンファイが非属性の付与をしながら火の威力アップもできます。
また地味にありがたいのが単体に対する攻撃魔力全ステータスの 85% のデバフ、このね攻撃魔力も85ついてると敵の攻撃も抑えられるので結構大きいかなと感じてます。あんまり使いようはないかもしれないが、これもね、あーすごいなって思ったのが、表の、オートアビリティで戦闘終了時に毎回状態異常を解除してくれるみたいなんですよね。これ結構でかくないですかね。まあ表だからそんなに使うことはないかもしれなくて、これ裏についてたらめっちゃいいじゃんとか思ったけど、さすがに表だけでしたというところが今回レインの強みかなと。もう見れば見るほどクソ強なんですよね。で、じゃあこっからはレインの弱み紹介していこうと思います。目次ベースだとこんな形、まあほぼないよねほぼないんだよ。で、今回はまあもちろん二突前提という敷居の高さ、エレメンタルバーストと、まあ、あとはオールキラー回を使うにはどうしても二突が必要なので、ここのハードルがめっちゃ高い。あとはガチャから出ないこれはもう僕が体感して皆さんに紹介もしてるから、もう満場一致の意見かなと。いや、そんなことはないか僕のちょっと個人的怨念が入ってるかもしれないけど、ガチャから出ない。で、あと唯一上げるとしたら、まあ強いて言うならレベルなんですが、24ヒット、異属性の現環境における24ヒットってまあいないんだよね。合わせるとしたら0弦かなーっていうぐらいで、まあただそんなにこれマイナスじゃない。まあマイナスに書かなかった理由としては、ラバナスタのバンがいるからなんですよ。バンって移動式の LB だから、どうしてもバンを基本的に先に押してから24ヒッターを押すから、その27同士のチェインの間にこの24組み込めちゃうんですよね。だからそんなにマイナスじゃないんじゃないかなと思ってます。まあこれが、まあバンも同時押しだったらグループ1から押さなきゃいけないので、このデバフが入らない、バンのデバフの恩恵を受けられないとか思ったんですが、バンが移動式なために、まあ、今回このレインの24が組み込めちゃうってところがそんなにマイナスじゃないのかなと思ってます。むしろ移動式が役に立つ貴重な場面じゃないかなと感じてます、といったところになります。いかがでしたでしょうか。まあレインのね引かない理由がないのが分かったかなと思いますので、ぜひ皆さんもレイン引いてみてはいかがでしょうか。たくさん引けた報告お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。